こんばんは。銀や銀銀や、ショールームは銀色や。こんばんは。ルームスぶりありがとうございます。こんばんは。こんばんよちありがとうございます。こんばんは。松さんありがとうございます。うーかみんなこしさんお疲れ、ファイト、ありがとうございます。デコデコさん、ありがとう。おはようございます。あ、間違えた。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、銀だるま、ありがとうございます。銀だるま。銀だるまのイベントやってますよね、今なんか。ね、ありがとうございます、銀だるま。昼公演当たった、ありがとうございます。ぜひ、ヨシミンペンライト待ってます。ありがとうございます。さっきぶり、ゲーゲー面白かった、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。二周回しの方。あ、銀ハート、ありがとうございます。大君ハート、ありがとうございます。しじまるさん、だるま、ありがとうございます。ともかずさん、銀だるま、ありがとうございます。シルバーか。うん。敬老の日関連で、シルバーのギフトのイベントをやってるみたい、今。ありがとうございます。シルバー。あ、ゲーケン見た、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。 ちょっと「えっよしみ」みたいな感じだったかもしれない。私はこんなに叫ぶものなのかとびっくりしました。うん、びっくりした。しじまるさんと大君あとありがとう。銀ありがとう。あ、レインボーありがとうございます。コバトンさんかわいい、ありがとうございます。友和さん、マスオさん、銀だるま、ありがとうございます。コシオさん、銀だるま、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ウーカミナコシさん、レインボースター、ありがとうございます。こんばんは。サクチャンマンさん、銀だるま、ありがとうございます。こんばんは。シュウちゃん、銀だるま、ありがとうございます。あ、銀タコ、平八さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。そらさん、銀だるま、ありがとうございます。しじまるさん、だるま、ありがとうございます。だるま100個、ありがとうございます。しじまるさん、こんばんは。よしみゆちゃん、持ってきます。わー、やったー、ありがとうございます。あ、明後日の公演、昼夜行きます。ありがとうございます。嬉しい。ユジミンコールとペンライトたくさん待ってます。翔ちゃん、だるまありがとうございます。ケンティさん、コバありがとうございます。デコデコさん、ありがとうございます。お、つい、当選した、ありがとうございます。レンさん、ハートありがとうございます。優勝ありがとうございます。ソラさん、だるまありがとうございます。ウルスさん、ポップちゃんさん、シティさん、ありがとうございます。タコになった、身代金さん。あら、変わってる、ありがとうございます。ポップちゃんさん、ありがとうございます。アイナプユー、あ、昼夜入る、ありがとうございます。昼夜、ありがとうございます。F さん、だるまありがとうございます。あ、そう、シブロシブシブ シルバーウィークってことで、今日はですね、我が家はちょっと早めの敬老の日で、おじいちゃんの大好きなステーキ、なんか意味聞こえない。 誰ですか？パパの鼻息じゃないの？そう、我が家でお兄ちゃん大好きなね、焼肉を今日は食べました。ちょっと早めのシルバーウィークってことで、プレゼントも渡して。そ確か稲刈りの本番なんだよね。う、そう、本番にパパが行くのでプレゼントも渡したいと思います。羊さん、ありがとうございます。マスオさん、ありがとうございます。まあ、今日行ったんですね。いつよしみんのが。 待ってます。私が出る時も。
来てね。ジェンダロさんありがとうございます。ユータさんありがとうございます。里松さんありがとうございます。アサヤさんありがとうございます。お、意外な一面が見えて酔った SB 戦かもっと優しみの歌知りたくなった。わあ、ありがとうございます。それはもうよしみ推しかな。ありがとうございます。ダメだありがとうございます。 MO さんありがとうございます。青いボイさんとトイありがとうございます。少年みたい。そうですか、少年みたいだ少年かも。羊さんありがとうございます。お、追加社名会当たった、ありがとうございます。支払い選択本日までです、よろしくお願いします。え、現金3週ぐらいしたやばー、ありがとうございます。ありがとうございます、そんな見てくれて嬉しい。竜巻さんありがとうございます。ね、結構早い段階から気づかなかったけど結構変わってたよね落下娘から始まって、竜巻さんだるま、レパードさんタコありがとうございます。ミオさん優勝ありがとう。しょうちゃんタコ10個ありがとうございます。竜巻さんまた50個ありがとうございます。あ、平八さん I love you、 銀の I love you ありがとうございます。銀 I love you ありがとうございます。よしみんうちわ、よしみんブルセット、よしみんペイライト、ウィスシティ、わーコンプリーティッド、ありがとうございます何だった昨日何？トマッティング、トマッティング、どういう意味なのトマッティングって分かんないよ。ありがとうございます。もうヨシミンフルコース、ありがとうございます。もう一瞬でわかるね、ヨシミン推しって嬉しい。ぜひぜひヨシミン同士仲良くなってください。ペンライトはオレンジ×青ですね、青×オレンジです。フニーさんハートありがとうございます。 F さんタコありがとうございます。アットさん青ありがとうございます。だるま、アットさんだるまありがとうございます。ジェンナロさんだるまありがとうございます。亀吉さんハートありがとうございます。フニーさんハートありがとうございます。あ、劇場行ってたんですね。おー、どうでしたか。スーちゃんさんペンライトありがとうございます。焼肉美味しかった。そう、焼肉ハート、そう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 、82だっけ、82歳で、85ですね。85、ステーキを、焼肉を食べる85歳なかなかいないですよね。歯茎でね、歯茎で歯茎でですよ。アンキンさんありがとうございます。タッツーさん、タコありがとうございます。コバトンさん、あとシンゴさんハートありがとうございます。フニーさんダルマありがとうございます。アオイボイさん銀ダルマありがとうございます。 F さんかわいいありがとうございます。フニーさんダルマありがとうございます。お、キャンマチ申し込んでるありがとうございます。ジェンナロさんダルマありがとうございます。ユーヤンさんハートありがとうございます。マコさんハートありがとうございます。チロさんハートありがとうございます。ラッカブスさんこんばんは、ありがとうございます。あ、見た見た、ミンカツありがとうございます。お札バターフラペチーノね、本当に美味しいよねあれ。重くなくて。シロマさんありがとうございます。お、石見うちわやったー、ありがとうございます。みほさんだるまありがとうございます。ちかおさんペンライトありがとうございます。りんさん花束ありがとうございます。こしよさんハートありがとうございます。みほさんありがとうございます。好きな焼肉の部位はタンです。タン、塩タン、ネギ塩タンが大好きです。私タンが大好き。これおじいちゃんのことじゃないの。あ、おじいちゃん、おじいちゃんどこ、ホルモンとかかな。おじいちゃん、いや、おじいちゃん普通にあの脂っこいの好きなんだよ。大好き。私は脂っこいのあんま好きじゃないんだけど、ヒレとかロースとか、ロースらしい。そうだから、パパとおじいちゃんは脂っこいのが好きなんですけど、私とママは
油っこで好きじゃないから難しい。そう、13周年のグッズがさっきルームシでも話したんですけど、もうたくさん売り切れがありまして、ソールドアウト、ありがとうございます。あとタオルとうちわとフラッグですね、です、残ってるのあと1個か2個か3個かってとこなんですよ。ありがとうございます。そう、タオルがね残り1個なんですよ。なのでお早めにぜひゲットしてくださると嬉しいです。どんな感じ？何のフラッグなんだろうね。それはあれでも気になる。どれぐらいの大きさなのかな。どれぐらいなのか気になるね。どれぐらいじゃない？多分これに棒がついてるんですか。あ、今日も勝ったの？阪神。おめでとうございます。昼公演、あ、そうなんや。楽しかったんですか？歯茎で、そうよ。飛び込んでる人めっちゃいたよね、動画で見た見たゆうさんありがとうございますね。食べたいものを食べれるっていうのは幸せですよね、いくつになっても。あ、そんなちっちゃいんだ。暗記シートぐらいの大きさなんだ。え、ちっちゃで、そこにこれ何に振るえ、どういう暗記シート。暗記シート、暗記シート結構サイズ感いろいろあると思うんだけど、小説ぐらいのサイズですか？ちっちゃくないそれ。顔とかこんなんじゃん。え、小説ぐらい。あんかけカツ丼おいしそうあざやさん、ジェンダロさん、だるまありがとうございます。カツラさん、だるまありがとうございます。リンカーンさん、ハートありがとうございます。ねえ、キラキラ星もありがとうございます、集めてきてくださって。松岡さくらさんもタン好きなんですか？あ、食べに行きたいな、タン。優勝ありがとうございます。ウルスさんとかヨシパパさん、誰もありがとうございます。え、お寿司だったの今日。うわー、なんで兄がさ公園出る日いつもお寿司じゃないんだろう。いつも私が出る日に限ってお寿司じゃないんですけど、私がさ急遽の中でお寿司好きキャラだと思うんですけどお寿司キャラだと思うんですけど、なんで私がね、お寿司じゃないんだろう。わあ、お寿司食べたいいいなお寿司。お寿司かうどんかだよね、いつも。お寿司、この前はとタコライスでした12日で急遽出た日タコライスでした。ウルスさんありがとうございます。そう、本当にありがとうございました。たくさんの方がグッズゲットしてくださって、ヨシミンがお家にやってきますので、皆さんヨシミンを飾ってください。で、はい、あの公演じゃないや、なんだっけ、あ、コンサートでたくさんフリフリしてくれたら見つけに行きますので、予約済み、ありがとうございます。あ、見た見たね、ペンライトカラーの由来話してたよね。ね、初見だった18日昼夜ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。小バトンさん、だるまありがとうございます。ジュニアさん、かわいい、ありがとうございます。あ、18日も行く、ありがとうございます。ぜひヨシミンコール待ってます、ありがとうございます。小バトンさん、だるまありがとうございます。え、小説よりも少し大きい、ちっちゃー、へー、ちっちゃ。フラッグってもっと大きくないですか？よくある、よくあるもない、あんまないけどよくあるちっちゃー、これぐらい。え、そうなんだ。でもちょっと可愛いやん。戸惑いを隠せない私。そうなん、まあちっちゃくて、まあ、あの確かにあのみっちり、ゼップとかだとみっちりしてるから隣の人に当たらないっちゃ当たらないかもしれないね。こうお互いバスバスバスって感じじゃなくて。小バトンさん、だるまありがとうございます。マッサンさん、ありがとうございます。マラソンの沿道で振る感じのイメージじゃない、こうなんか お見送り会の時とかにこう振るんじゃないあ、天下一品ナウ、いいですね。天一行ったことないけどいいね。塩タン、タン塩
たる時にこれおおなるほど、おなるほど。いくつの話？横断歩道。いやだから吉見フラッグを横断歩道で、うん、宣伝ですか。ありがとうございます。これから晩ご飯なのですが、太らないメニュー、な冷蔵庫に何があるのかによるけど、サラダかな。サラダか豆腐、うん、豆腐チヂミとかめっちゃ美味しいですよ。オートミールはね、夜に食べるのあんま良くないらしい。別にあの白ご飯食べるよりは全然いいけど、どっちかというと昼とかのはいいらしいよ。少なからず炭水化物が入ってるから。うん、神戸オータムフェスティバルのタイムテーブルが出てたみたいでですね、うん、で私がどこに出るかはわからないんですけど、でもこういうステージがあるって出てたよ。へえ、そうなんだ。うん、そう出てたんですよ。でどこに出るかまだ決まってないしわからないんですけど、でも10月1日ありますので、土曜日ぜひ見に来てくださると嬉しいです。無料ですよね。無料です、確か。はい、ぜひ待ってます。三宮の花時計から南に行ったとこですよね。東遊園地、東遊園地です。兵庫県です。神戸です。そう、皆さんのおかげで1位でソロランウェイとライブステージに出させていただきますので、楽しみたいと思います。リンカーンさん、銀ハートありがとうございます。いいなお寿司。駅からね、多分歩いて10分ぐらいじゃないかな。花時計からちょっと歩きますね。言わなきゃ、近重さんにお寿司。そうちゃんさん、だるまありがとうございます。その時フラッグ持ってきてもらったら、ね、確かにぽいかも、結構いいね。そうですね、市役所の前のとこですね。あ、道東西南北で説明するの関西人だけ。 お昼うどんで夜お寿司、わあいいな、おいしいじゃない、お寿司。お寿司、お寿司。ヨシパパさん、めっちゃ、いやそうだけど、ヨシパパさん、だるまありがとうございます。お迎えします、ありがとうございます。青いボーイさん、銀ありがとうございます。朝霞さん、ありがとうございます。お、劇場月曜日夜公演ありがとうございます。待ってます、ヤシミンコール待ってます。ジェンダロさん、ハートありがとうございます。お、ニューうちわ、あれ完成した、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。私のペンライトカラーの色合いは好きな色と好きな色です。それだけ。好きな色と好きな色です。なんかさ、ほんまにネタガリとか何とかマグロとかタコとか、あ、それ着ていこうかな。そう、私もう一個寿司ティー持ってるんですよ、実は。ルームスに、ルームスじゃない、大場目にしかあげたことないんですけど、東京都庁のお土産屋さんで買った、いや配信で来たことある気がする。サーモン、イカ、エビ、タコ、なんだっけ、サーロインじゃない、なんだっけ、ハマチとかね、なんだっけ、あれ巻き寿司のさ、外が白ご飯になってる、カリフォルニアロールとか書いてある、お寿司のネタが8個ぐらい書いてある寿司ティーも持ってるんですよ。私の、皆さんも来てくださってるやつじゃなくて、それとさらに肉じゃんそれ、そのあ、ネクスト資格いったんや、気になってるやつ。そうですよ、寿司ティーは外国人のお土産だったんですよ。それをね、どうしても毎日着るから買ってほしい。お金が MC のオーディションだった時、あれかな、彼女になれますか、涼しい、なんちゃらなんちゃら、やつですか。めっちゃ可愛かったやつ、あっちチーム祭りでめっちゃ可愛かった。
そう、今日は久しぶりのおしゃべりデーってことでたくさんコメント読んでます。いつもあまり読めないので、ね、まあ、全部は読めないんですけど、嬉しいことにたくさんねコメントしてくださってるので全部は読めないんだけど、お店の人こんな顔やったもん。え、ソウルオブステージ、NMB48 ステージ、あ、書いてるんですね、出てるね、ありがとうございます。いきます、ありがとうございます。ゆびるてもいきます、ありがとうございます。まあ、ありがとうございます、嬉しいな。ジュニアさん、だるまありがとうございます。毎回お寿司でもいいぐらい私お寿司好きなんだけど、毎回お寿司。ポンポカさん、だるまありがとうございます。カリフォルニアロール。あ、それそれそれ、サーロインじゃない、じゃーん、ポヨって言いたらもんかな。もうこれ着ていくわ、月曜日の公演これにします。それか明日のリハーサル、まあでも先輩の前でこれ着るのはちょっと恥ずかしいから、まあ着たことあるんだけど。同期の前は1回しか着たことない。これレッスン自主練の時しか着ないんですよ、人に合わなさそうな日でも。ま、松野美和さんと桜田彩香さんに突っ込まれたことはあります。それ4000円やで、その T シャツ高いね。 GoTo トラベルで、でもこれちょっと先輩の前恥ずかしくない、だってよしみめっちゃお寿司好きやんって思われそうや。でも好きだけど、着るからって言って、いや多分着えへんと思うでって。いや着るけど恥ずかしいだけやん、先輩の前の。自主練では着てるよね。海外出たら。ジェンナロさん、アメボイさん、だるまありがとうございます。お、18日ヒラリ行く、ありがとうございます、ありがとうございます。ぷくりんさん、ありがとうございます。キングキャブロンさん、ペンライトありがとうございます。すごいよね。あれでももうそろそろあれだね。そう、私は18日の夜公演で20回になるんですよ。イエーイ。そう、18日の夜公演で公演に出演20回を迎えます。ありがとうございます。嬉しいですね、20回になります。すごいね、50回って50回、すごいね、すごいわ、長老やな。カリフォルニアどうなんだろうね、どこまで持ってっていいかわからないですよね、このオータムフェスティバルね。でも嬉しいです、来てくださるの。重たいの苦手、私も重たいの私苦手じゃないけど。何でも食べるけど、あ、本当だ、全然朝からチキンでもいける派なんですよ。ギャンニョムチキン出たことはないけど。4時ですね。でもここに出るとは限らないんじゃない、 NMB、 あ、 NMB は NMB だけど、どこ歩くか分かんないよね。でもああ。どこ歩く、まあ、ここかなみたいなとこあるけど、ちょっと時間時間、え、そうそう、ここはここって絶対わかるけどさ、これいつ出たんだろう、最近だと思うよ。すごいね、公式よりも早い皆さん。ね、ちょっとパパの響き入るんじゃないこれ。
ちょっとパパさん、いびきが聞こえてるよ。お、ゆしみなにくやったー、ありがとうございます。エビでかいよね。2匹が聞こえてるよ。私じゃないよ、さっき寝とってる。喋ってるのにいびきする人いないでしょ。あ、漢字の意味、なるほどね。あー、なるほど。サンマ、カツオ、ホタテみたいな感じですが。すごいよね、これ。ヤスさん、だるま、ありがとうございます。先輩と話せるかな、これ来てたら。じゃあ明日来ようかな。でもさ、吉見彩音のやつがさ、先に上に来るから、吉見彩音って書かれるからさ。ロンドブルさん、ありがとうございます。コンコンリビングなんで、ね、いるんですよ。ミョンさん、タコ、銀のタコ、ありがとうございます。仙台に牛タン食べに行きたい、行きたい行きたい行きたい。ロンドベルさん、ハート100個、ありがとうございます。ありがとうございます。高一です、高一。ジェンナロさん、ダルマ、ありがとうございます。パチパチ、おお、パチパチ、ありがとうございます。そうなんですよ、あ、めっちゃパチパチ、わあ、ありがとうございます。すいません、ちょっとコメントにラグがあって。あと1分や、すいませんすいませんすいません、ありがとうございました。20位です。20、ありがとうございます。またコメント読んでおきますね、ありがとうございます。13位コウさん、12位アオイボイさん、11位アンケンさん、10位ハルさん、9位ジェンナロさん、8位コワトンさん、7位ウーカミンのアコイチさん、6位 F さん、5位平八さん、4位竜巻さん、3位ドゥルルドゥンチジマルさん、2位ドゥルルドゥンミョンさん、そして1位はドゥルルドゥンショウちゃんでした。5倍速ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。明日の配信は朝ですね、朝になります。よろしくお願いします。ありがとうございます、来てくださって。